小5の英語ですね。次回、来週まとめのテストということなので、今月やってきた内容をですね、軽くと言いましょうか、一通り見てみようかということですね。はい、では参ります。はい、テキストはですね、28ページからのところが今回ね、まとめのテスト。ね、28からですね、どこだっけかな、はい、35ページだね。はい、35ページまでが、はい、テスト範囲ということになっています。はい、じゃあそこで何をやってきたかっていうことで、はい、まずは、はい、I am Masao とか、You are Masao なんていう表現ですね。はい、I、私は、ね。はい、そして、am、何々ですということでね。まず、自分のことを指してね、私は何々ですというとき。はい、そんなときの言い方でした。はい、ここでは自分の名前を書くことで、I am Masao。はい、私は Masao です。なんていう風な意味が取れてくるわけだな。はい、さらには、はい、you are Masao。ね。はい、この you。ね、you に、あなたは。ね、あなたは。で、なんていうことですね。はい、あはやはり、ですぐらいな意味でいいんです。はい、ですから、あなたは、マサオです。ということになって、You are マサオでした。相手のことについて、あなたは何々ですと言ったりするとき。今回もまた、名前のままでね、行きましたけれどもね。ただ、ここであなたは、例えば、学生ですとかね、医者ですとかね、そういうふうに職業名みたいなのをつけていくことだってできるわけですけども、とりあえずは、名前ということでございました。I am 何々、You are 何々で、私は何々です。あなたは何々です。ね、いうようなことを言ったということでした。その次に、この You are 何々の疑問文っていうのをやりました。疑問文、何々ですかという言い方。You are の疑問文は、この You と are をこうなんとなく入れ替えた感じ。正確に言うと、B 動詞 are を主語の前に出すということになるんですが、見た目としてはなんか入れ替わっただけみたいな感じですね。you are だから are you になった。はい、これで疑問文になるんです。疑問文、何々ですかという言い方ですね。はい、ですから、are you a baseball fan? はい、ベースボールっていうのは野球ですよね。はい、ベースボールは野球だ。ね。はい、で、ファンっていうのは、そのままファンでいいですよね。はい、ファン。ね、野球のファンということです。はい、ですから、疑問文ですから、あなたは、you、ね、野球のファンですか?あなたは、野球のファンですか?ね、聞いたんですよ。クエスチョンマークがつきます。疑問文ですからね。はい、聞かれました。答えましょう。おー、ファン、そうですよ。はい、yes, I am. はい、yes, I am. はい、対して、いや、違うんだよ。no, I am not. はい、no, I am not. で、なんていうことですね。はい、そうですと、いや、違います。ということでございました。疑問文にしたいときは、ね、you are だったら、are you にしてあげる。ね、文頭出ましたから、a が大文字。引っ込みましたから、y は小文字。ね、これも注意ですね。はい、そして、今度さらにやったのが、否定文と言って、何々ではありません。何々ではありません。というときの言い方ですね。はい、そんなときはどうしたかっていうと、例えば、私は何々です。だったら、I am 何々。あなたは何々です。だったら you are 何々でしたよね。ではありませんという表現にしたい。そんな時どうするかっていうと、はい、ここに am の後、またはね、you は出してないけれど、are の後に not、not という言葉をつけてあげる。I am not Japanese と言ってあげると、はい、Japanese というのは日本人ということですね。はい、ですので、not がなければ、I am Japanese。私は日本人です。ところが、I am not Japanese. 私は日本人ではありません。ということに、はい、なったよ。ということでございました。ということで、今月のまとめのテストの範囲としては、この I am とか You are のお話ですね。はい、ということで、テキストは28から35ということでございました。そして、対策プリントありましたね。単語。ね。本だの、ペンだのっていう、毎回書いてもらってるものから、今回、曜日、日月火、水木金土、あの辺も出題です。ですから、ちょっと大変だね、というところだね。あとはですよ、リスニング等々で使ってるワークの方からもね、何か、一つ二つね。ちょっと何か出してみたいなというふうに思っとるところもありますので、はい、今月やったところのワーク。実は今日もやりましたけれどもね、繰り返しで復習的にね、はい、よく見ておいてくださいということでございました。ぜひとも100点。
先月はね、99点、惜しくもね、2人ということでしたので、ぜひとも100点取っちゃってください。はい。では、今日こんなところでした。ではまた。